始まりました。しゅうちゃんおとです。本日ですね、黒潮杯、準決勝でございます。雨でございます。途中でですね、大雨になりまして、いくつかのレースが中止という形になりましたが、準決勝はですね、出走路で、行われるということでですね、9レースから最終レースまでやっていきたいと思います。果たして吉田圭介が優勝できるか、圭介頑張れということで、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。田中悟、吉田圭介、菅野広斗、765の順で売れて、その後2番の野沢も66走で人気の1人。さあ準決勝1本目、初優勝を目指して吉田圭介、ブルーランプが消えています。雨だぞ。3秒前、第9レース、さあ花の準決勝戦スタートしました。2番の野沢が好ダッシュ、20メートルのスタートは外から菅野が伸びていく。昨日はインパクトある競争を披露しました5番の菅野広斗、インコスキレイン待ってそうだ、いいレースを見せるでしょうか。さあ2番野沢が早くも先頭を狙っている。内から吉田圭介も菅野の後ろにつけました。さらには田中悟も勢い十分に外から上がってくる。菅野の外から一気に田中悟がかわし去っていこうとしています。レーサー2周目、6番吉田の内から外から田中悟上がってまいりました。菅野はたまらず4番手交代、先頭2番の野沢の引っ張り、試走タイム66をマークしている野沢の引っ張りであります。その後ろ G 争いは6番の吉田、7番の田中悟、追って追って外をぶん回して菅野、4番中口がその後です。残り4周切りました。さあ野沢がどこまで逃げられるでしょうか。6番の吉田が差を詰める、3番手外開ける、7番の田中悟、6本だ6本だ、人気両名が2番野沢に襲いかかってまいりました。 3,4 コーナーついてくる5番の菅野、残りは3周回となります。前の3台固まってきた、野沢が捕まるか。ここで内から6番の吉田圭介捉える、外からは7番の田中悟が上がっていく。野沢も抵抗するが田中が2番手上がった、外から菅野が来る。さあ菅野が田中悟に逆襲か、2番の野沢4番手下がった。さあ菅野がどこまで見せ場を作るか、残りは2周回、人気の3名抜け出しました。しかしまだ優質争いは決着を見ていない状況であります。6番の吉田圭介先頭だ、よし圭介頭だ、頑張れ。そこに5番の菅野広斗でありますけれども、3番手の位置ちょっと離され気味でしょうか。ブルーフラッグ残り1周回、6番の吉田圭介先頭であります。吉田圭介、田中悟、そして5番の菅野、菅野が田中に再接近しています。よっしゃ、の出走路で田中悟、2番手をがっちりと吉田圭介の強いのが見えた。最後はやや突き出して6番の吉田先頭だ、いけ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 、外から菅野も田中優勢、勝ったのは吉田。かなりの雨足になってきました。さあ10レースでございますが、雨がすごいです。これ選手の皆さん気をつけてください。消えています。なんとか、ね、成績できるように。10レース花の準決勝戦、さあいけ、スタートしました。20メートル4番の鈴木辰巳が出ていく、好スタートを切りました。1番の深澤の直後まで行ったんですが、その内側から3番北畑すくっていく。まずは2番の竹内が外から行く、北畑2番手スタート、そして3番手争いですが離れたところですが、左内から7番の田中聡、外から5番戸塚、8番の木山、間に鈴木誠司、さあ渡瀬さんが混戦ですが、まずはやはり3番の北畑が先頭になってレースは2周目、内々から7番の田中聡も見せ場を作る。外回りがいいのか内回りがいいのか、その背後に戸塚、さらに鈴木誠司、そして8番の木山優希は中段の5、6番手になっています。さあ残りは4周回となります。
先頭3番北渡瀬、北渡瀬が独走で持ち込んでいくのか、内から7番の田中聡が差を詰める、3番手6番の鈴木誠司、外から行く、さあ2番手は田中鈴木誠司、一緒になって北渡瀬との車間を縮めにかかっております。その後はちょっと間隔広がって5番戸塚、8番の木山、残りは3周となりました。走路の3部どころ4部どころを通って3番の北渡瀬が先頭、2番手争いは7番の田中聡が内、外6番の鈴木誠司、いやうまく合わせてんな。2番手争いはまだ決着を見ていない状況であります。ほとんど並んでいる両者、残りは2周となりました。単独4番手が8番の木山、まくれるか、5番の戸塚はその後交代しました。2番手争いは内、7番の田中聡が半歩優勢ですが、食らいついて6番の鈴木誠司、まだまだ2着争いは分かりません。8番の木山離れた4番手になりました。ブルーフラッグ、残りは1周回、どうやらこの激しい雨の中でもしっかりと人気に応えそうだ。3番の北渡瀬、2番手は終始優勢に運んで7番の田中聡に、6番の鈴木誠司が食らいつく形となっていますが、2番手7番の田中聡が優勢か、最後6番鈴木誠司も接近するも田中聡が2番手優勢。山田さんおめでとうございます。久々のファイナルの舞台へ4番の朝倉、鈴木正光とともに人気となっています。さあ11レースジュラン登場でございます。さあここ山崎選手のソロのね再戦でございます。今日は勝つぞ。11レース花の準決勝戦スタートしました。10メートルのスタート、朝倉スタート悪くありませんでした。しかし後ろから遠藤が叩きにかかっております。10メートルの先行争いは荒井裕樹が行った外を回る3番山崎、4番朝倉のインコースから遠藤、さらに鈴木正光が狙っております。4番の朝倉、かかり具合はどうでしょうか。初日の疾走路に関してはちょっと水気が引いている走路に苦しんだと言っていた4番の朝倉、今日はどうか。中段の位置になりました。4番の朝倉やや小柄気味、前は2番の荒井、インコースから山崎進が指していく。山崎進先頭か、外1番奈良川も応戦、2番荒井裕樹も応戦している。混戦となってまいりました。混戦抜って6番の鈴木正光、朝倉ジュラン最高峰であります。大混戦となってまいりました。道が見つかんねえか。外から鈴木正光が並んでくる。鈴木正光がまくれるかどうか。山崎進も懸命の抵抗であります。前の2人並んでいる状況から鈴木正光がここで前に出ました。残り3周回、2番手は3番の山崎進、内側から5番の遠藤、内々から遠藤が上がってまいりました。外は3番の山崎進、後方から8番の深谷俊太上がってきている。8番の深谷俊太4番手、そして4番の朝倉も盛り返し気味に中段に上がってきた。残りは2周回、抜けたのは6番の鈴木正光であります。内がいいのか外がいいのか、ウィンコースは5番の遠藤、外から山崎、大外から8番の深谷俊太、さあ深谷が大外をぶん回して2番手に上がろうとしている。内5番の遠藤交代か。朝倉3番手争いの一角、ブルーフラッグ残り1周、先頭6番の鈴木正光抜けました。8番の深井俊太単独2番手へと抜け出している。ちょっと最初の2周がもったいなかったな。外4番の朝倉ともつれ合っています。前の2人抜けました。元船橋鈴木正光先頭。いや正光選手おめでとうございます。3番落合、4番谷川とこの2人がワンツーのところ売れています。さあ最終12レースですね。こう3番の落合選手、なめといえばもう落合10、もう頼むぜ。スタート一択で勝負でございます。12レーススタートだけしっかりいって、
さあ行け。スタートしました。10メートルは左打ちから木村義明、好スタート。小林明をスタートで叩いていく。3番の落合がすぐさまついていきました。その後ろは4番の谷川が打ち、外に5番の伊藤昌司がいます。近況伊藤昌司は外を使って疾走路でも構想を見せるシーンがありますが、今日はどうか。後ろから石川哲也も今日は早めに上がってまいりました。5番との位置、レースは2周目。2番の木村の引っ張り、2番3番の落合潤です。人気の落合がさあ木村に対して外からまくろうとしている。2番の木村義明も抵抗。石川哲也が上がってきている。石川哲也がこの準決勝戦の舞台で疾走路でも激走となるか。3番手と上がってきた8番の石川哲也。残りは4周、先頭3番の落合に変わっている。2番の木村2番手だ。3番手から8番の石川哲也が2番手を狙って上がってきた。さあここでインコースへ向ける。8番の石川哲也入れるかどうか。 3,4 コーナー、木村義明のインコースへと石川哲也が潜り込んでまいりました。2番手の石川、残りは3周、先頭3番落合、2番手と8番の石川哲也が上がりました。3番手は2番の木村、外5番の伊藤昌司、その後ろ4番の谷川は伸び一息か。2番手8番の石川哲也単独上がっている。3番手の水は外から伊藤昌司、2番の木村を飛び込んで3番手と上がった。残りは2周回、さあ伊藤昌司が諦めず石川を追っていく。その後ろ内を回って4番の谷川が4番手上がろうとしている。6番のスタート維持は後方のままであります。先頭独走は3番の落合、2番手は8番の石川に最接近を試みて5番の伊藤昌司、差を詰めるか。ブルーフラッグ、残りは1周、先頭3番高等の橋の落合順、2番手は8番の石川哲也が小さめのコースを通っている。外から上げて5番の伊藤昌司、伊藤昌司接近も2番手3番も石川哲也懸命にキープ。外から伊藤昌司最後に急接近するもどうか。よし先頭3番おめでとうございます。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー、ヒツソールでね、明日勝ち上がって優勝戦ということではございますが、明日晴れでもケイスケ、ね、雨でもケイスケで、なんとかね、吉田ケイスケ初優勝みたいです。頑張ってください。明日はですね、できたらやりますが、ちょっとできないかもしれません。はい、ということで、最後にお願いです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録、高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロトの新規入会をよろしくお願いいたします。